どうも皆さんこんにちは、水木くばさです。横川みなとスターダムへの道やっていきましょう。前回久しぶりの収録だったということもあり、もしかしたらちょっとね、音がというかマイクに声が近かったんじゃないかななんて思い、結構 リップノイズとかブレスとかが入ってたような気がして、いやーね、この実況の環境を作ること自体が久しぶりなもんで、ちょっとどうしてもね、マイクの距離っていうのがね、どうもちょっとつかめなかったところがあったんですけど、まあまあね、そこはいいでしょう。まあ、前回は阪神戦で無事、7勝目をして、4連勝で、最近いい感じに来ててる横川です。よし、勝った。スタメンもね、なんか最近でもないか、だいぶ固定してきてて、それこそいい感じにね、チームが固まってきてるんじゃないかなと。お、浜松、静岡おでん、マジですか。急速でちょっとあれを買おう。スポーツ新聞。いや、なんとかね、この好調を維持しないといけませんからね。あ、ファン投票途中経過。まあ、ね、いないですよね。まあ、今回は、ざっくり見ていきましょう。橋本、おお、1位、内川さんか。いいね、いいね。ああ、びっくりした。5人。うん。そうか、そうか。なるほどね。結構、こう見ると、やっぱ6年も、投稿の、今が2016年なんですけど、やっぱ、から比べると、だいぶ、こう、引退した選手とかが多いですよね。やっぱ6年とかあったら、だいぶ変わるんだなぁ。さあ、浜松ということで、コンビニじゃないわ。どうしようかな。シャドーピッチング。まあ、前回は球数は少なかったんですけど、まあ、7回までしかね、登板できませんでしたけども、毎日継ぎ足して使う黒い出汁が印象的。はあ、なるほどね。食べたこと実際ないんですけど、まあね、本場って言い方がおかしいかもしれませんけど、やっぱ静岡の人には人気なんですかね。浜松うどんで、おでんか、静岡おでんは、なんだうどんって。ああ、もう頭が回ってないわ。どうしよう。ダメだ。しよっかな。お、ジム、ちょっと経験値が溜まってるんでジム行きましょう。どうしようかな、何あげよう。あー、電話が鳴ってるよ。電話が鳴ってるけど取らないよ。取りませんよ、今それどこじゃないんでね。スタミナもちょっと上げよう。守備力を、いや、うん、どうしよう。もうちょっと補給を上げましょう。補給を F、 せめて F にしましょう。で、スタミナを上げる。 A まで行きました。よし、
こんだけあればね、まだなんとかなるでしょう。なんだ向こうの野手陣。勝った、ボコボコ、すげえな、すげえな、強いぞ横浜。なんか17対何ぼか見えたぞ。村田さんのホームランか、いいね。まあでもね、ちょっと順位は5位のままなんですけども、なかなかねうまくいかないな。豊橋か、豊橋ってことはあれだよな、藤井選手が大活躍する場所じゃないですか。支柱になったね。ファンにサインしましょう。えへへ、藤井選手いるわ。ちょっと藤井選手見ていいですか。フォアボールとヒット、うん、まあまあ、結果どうなったか見てなかったよ、まあいいか。あ、ストレッチじゃなくてよかったかな。結果は勝ったんですね。よし、なんとか勝ったんですね。お、4位に上がった。よしよしよし、いいぞいいぞ。巨人が強えな。まあ、登板はまだですからね、もうちょっと。次どこだ、巨人とかだったら嫌だけどな。ああ、負けたか。中田健一投手ってあれですよね、今、ホークスにいる選手ですよね、背番号11番の。そっか、もともと中日か。そっかそっか。うん、負けたか。あー、寺原選手5失点か。あ、そうか、今3位と4位の直接対決なんか。ちょっと待って、嫌な予感がするぞこれ。東京ドームか。いやもうなんかね、もう巨人ってだけでトラウマなんですよ僕。前回ボコボコにされちゃったんでね、やっぱり。巨人とはなるべく当たりたくないですね。1点か。くそ、惜しいな。あー、まあ隅一じゃね、勝てませんわね。てか4位、はい、B 来てしまったよ巨人。 B クラスがめっちゃ接戦ですね、 B クラス同士が。やべマジか、やべマジか。いや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 、ちょっとそれどころじゃないんだよ、そんなことしてる余裕ないんだよ。あー巨人か、やだな。行きましょう。まあ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 、いやーもう前回ボコボコにされてから巨人にだけは当たりたくないって思ってたんですよね。前回当たった時もね、まあ最近難易度見てませんけど、そんなに難易度上がったわけでもないですからね。ん？え？違う？え？前回から
難易度見たわけでもないですし、前回もそんな高い難易度じゃなかったんですよ、ね、あーくそお伝えいたします。連勝中のジャイアンツベイスターズとの3連戦2日目です。解説席には田尾康一さん、黒木智弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。よし2点、よし、いいよ、3点。いや、これちょっと本当守んないとダメですよね。変わって、1回の裏、ジャイアンツの攻撃、初球見送っていきます。カウントワンストライクノーボールです。今日が10回目の対決となりました両チームです。あぶねえ、どういうでしょうか。決まりました。ここは追い込んでいます。ジャイアンツ現在トップにいます。打球は右、取って2、ダメだ、よし、ダメだ、よかった、よかった、助かった。正直セーフだと思いました今のは。第1球はどうか。あぶねえ、カバー行っててよかった本当に。あっ、初球から打った、よっしゃ、危ない。この打球は野手の正面でした。取りました。ああ、ちょっと飛んだところが悪かったですよ。そしてバッター小笠原、打点を押すか、怖すぎる。なんだこの、なんだこの飛び抜けたゲージは。今シーズンのアベレージ3割1分9厘のアベレージ、そして打点の数は65となっています。遊び玉はあるのか。あっと、外の釣りは内に持ってきました。3球とも低いコースに来ました。今日の立ち上がりはまずバッター2人打ち取っています。さあ4投目、頼む。このストレートは外れています。よく見ましたね。はい、手を出しませんでした。さあ5球目、今度もいい当たり、あぶねえ、2アウトになっています。よっしゃ、危ねえ、よかった、破り三振、スリーアウトチェンジ。もう一度振り返りましょう。助かった、ほんと怖い。なんであんな左ミートと長打が高いんだよ、ほんとマジやめてくれよマジやめてくれよ。ジャイアンツの攻撃、打率1位栗原さんなのが、どこに入れてくるか。ほんと左得意なピッチャーじゃない、バッター多いな。初球を投げてストライク、これはちょっときついな。ノーボールです。どこか、今日も先発での登板となりました。そしてランナーを許していません。最近の3試合その打撃成績なんです。11打数の3安ホームランも1本あります。よし、ストレートできました。さあバッター追い込まれています。今日最初のバッターボックスに入っています。さあこの当たりはラミオ、来日してからの通算打率なんですが、3割飛んで6人のアベレージ、やばい、危ねえ。今シーズン完投したゲームの数は2となっています。よし、一二塁間はどうだ、抑えた、カバー、これは余裕があります、アウトです。ええ、なんか一人一人次のバッター一人一人真剣に戦わないといけなくて、ちょっとメンタルが削られるわこれ。低め打ちました、これはファースト、あざす、取りました。一塁はアウト、余裕がありました。はあ、よかったよかった。そしてバッター異形来すよ、何を投げてくるか。もうね、1巡目で終わるわけじゃないですからね、まだまだですからね。ほんと油断ができなくて嫌だ。さあ2ストライク追い込みました。先頭打者は内野ゴロ、その後も内野ゴロに打ち取りました。高め、あ、ファルか、中途半端な打球。さあ4球目、じゃあ今度はインハイで、よっしゃ入った、危ねー、危ねー、よっしゃ、今のボールでもおかしくなかったぞ。3回の裏、7番阿部ちゃんか。あっとっとっと、外れた。さあ黒木さん、今日のピッチングはどうでしょう。いいと思いますけど、安定感もありますからね。はい、この後もしっかりと抑えることになるんでしょう。どこか、この試合も先発のマウンドに上がりました。甘いということになります。ノーアウトランナーありません。田尾さんにお聞きしますが、ここはどうすればいいでしょう。まあ1点でも2点でも取っておきたいです。打っていった、これはクソ、届かなかったか。最初の打席になります。
これは高いバウンド、一塁に送ります。藤田さんうまいね、うまいね、今のすくい上げはナイスよ。次のバッター、どっかの謎ダイビングしたやつと違うわ本当自虐ネタ。うわ甘い、よっしゃ危ねえ、よかったよかったよかった、いいよいいよ。アウトになります。ピッチャーゴンザレス、これは落ちるも高いバウンドになりました。一塁送り、よっしゃい、これは一塁アウトでフリーアウトチェンジです。阪神戦の時もね、こうやってうまく抑えてたと思えばちょっとねこうピンチ招いて1点取られたなんていうことがあったんで、もともと油断はしてないんですけど、どっかでどうしてもこう、いやまあ前回下柳投手に油断してタイムリー打たれたんですけど、まあそういうことがあったんでもうないようにしたいなと思ってるんですけど、嘘だろ、大きい大きい、いったか、入ったか、ホームラン、ホームラン、ああ、まあまあまあ、ものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。あれですかね、ライトスタンドのあのあたり、レフトだっけ、なんかどっちかが結構こう狭いんですよね。でなんか東京ドームのその狭さの特有の狭さのところにホームラン打つのがドームランっていう風な解釈だったはずです。まあなんかね、昔の方はね、昔というかは分かんないんですけど、なんか風を吹かせて巨人側だけ風が吹いて打球がよく飛ぶみたいな、そんなんでドームランだって言われてた時もありましたし、それを僕が信じてた時もありましたけど、実際はそうじゃないっていうことを、ね、分かっているんでね、たぶん今年ホームラン14個も打たれてるの、打たれすぎだろちょっと。ちょっと打たれすぎたらさすがに。一塁、これはアウトです。14はね、1試合1つ計算じゃん。初球は手を出しません。枠をいっぱいに使ってきます。先頭打者に本塁打。その後は内野ゴロに終わらせました。外に決まりました。カウント2ストライクノーボールです。横川、4回ワンアウトまで来ています。そして1点を与えています。これが2回目の打席。同じコースで大丈夫かな。次が5球目。じゃあ今度は低めのインコース。危ねえ。打って取りました。間に合い。アウト。しゃあ。次の。前回はね忘れてないですよ、ラミちゃんにメモリアルアーチ打たれたんですよね。まずは外から来ました。力強くね振ってんですけど、はい、残念ながら捉えられませんでした。この試合の奪三振の数が2となっています。逃がそう、有利になったか。スライダー、さすがに振らないわね。ボール、さあ4球目、ギリギリ入るぐらい。よっしゃー、計算通り、いいボールだよ。だいぶリリースミスったけどいいボールだよ。お、1点取ってくれた。いいんじゃないですか、ちょっと最近なかなか突っ走れてるんじゃないですか、エース街道。わお、そんなねこと言うからね、やっちゃいました。2投目決まりました。絶対油断できないですが、巨人に前回5号目されてるんですから、どの口が言うんだってね。そう、ツーベース、先頭打者に打たれるのが多いですね、ちょっと最近。ランナーに神経を使いながらの投球になります。まあさすがに3投はしてこないと思うんですけども。落ちるボール打ちました。2回目の打席はどうでしょうか。さあ2球、よし、振ればどうか。ちょっとね、一発狙ってんじゃないですか。ラッとやった、豪快な空振りでした。ジャイアンツ現在4連勝、全部ベストピッチ、いいよ。サードへの打球取りました。よし、いけ、ラッキー、今のはありがたい、本当ありがたい、今のはだいぶ救われたよ、今のプレーは。初球はボール、おボールか。この球はボールになります。2球目はどうでしょう。今日2度目のバッターボックスに入っています。3球目はどうでしょう。あっ、
この当たりは入ったかベストピッチで打たれちゃうもうしゃあないですね。まあなんですかね今のは、なんていうのかな、くえちょっと今の変化球だったら打たれますよ。嘘マジで、そんなスローボールダメなの、スローボールじゃないスローカーブ。ちょっと球威がやっぱないんですよね。いや本当ね、さっきのまただよ、またこうやって油断しちまった。もうちょっとバッター変えますね。点の欲しいこの場面、ジャイアンツここでとっておきのピッチターを送ってきます。あー谷選手、あっ打ち上げて、よっしゃめい、これは大丈夫、ライトの守備範囲でしょうか、取ってスリーアウトチェンジ。まあなんとなく分かってましたかね。第1球はどうしても球威がないんですかね。初球見送っていきます、ワンボールです。2球目やばい、危ない、また先頭打者に出塁でしたし、セカンド狙った狙った、今シーズン20本目のツーベースヒット。これが多いな、こういう時は。第1球こうだ、ここは送りバント、やってしまったよ、やってしまったよ、早く取ったと思ったのにやってしまったよ。投げるの遅いよおめえよ、やだ、もう最悪な状況で回ってきましたねこれ。ワンボールになりました。2球目です。あっと崩している、さあこれはどうか、よしなのか、よしなのか分かんねえ。その初球ボールになります。ここで一発割れたら終わりですからね。もう直球で消えました。ワイエンドワン、4回の前の打席見逃しの三振に倒れています。アウト一つは取りましたが依然ピンチは続いています。外れてボール、ワンストライクスリーボール。さあ何を見せるか、よし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 、いけフォースアウト、よっしゃー、危ねえ、怖かった。いやもうフィルダースチェイスした時は終わったと思いましたよ。これでこのクリーンアップですからね。ああ助かった。いやまあ、おお金城さんナイス、金城さんナイスやで。7回のふうし、どこから行った、あっだ、嘘だろ、またか、入りました。もうなんかね、点取られ、点取ってくれたら取られちゃうな。やばいやばい、この試合3本浴びてる、やばいぞ、本当に一発つくぞこれ。ちょっと待ってくれよ、まずいって、もう QS なくなったし、時を振りません、ボールにしてきました。次の2投目、これも痛烈な当たり、これはファーストになります。さあ3投目、高めもちょっと使っていかないといけないですね。危ない、危ない、ちょっと真ん中投げすぎ、真ん中じゃない、低め投げすぎましたね。ここは慎重にいかなければなりません。なるほど、さっきはあそこ打たれたのか。嘘だろ、いやちょっと待ってくれよ、それはないって、やっぱ巨人嫌いだこれ。やっぱやれよこれ、もう何やっても打たれんだもん。あれで打たれたらちょっとどうしようもないでしょうよ。一気に同点にしています。中盤に入っての手痛いホームランでした。まあこれ集中力を切らさないようにしないと。そうですね、何でしたか、鶴岡選手か、やべえ、変えてきますよ。さあジャイアンツここで代打を告げました。横川、この7回途中までを投げて打たれたヒットが6本、この回2本打たれています。
横川、7回ワンアウトまで来ています。やっぱホームラン多いですよね、このゲーム。落ち上げました。危ない。よっしゃ、取って、これで2アウト。いや、多分この回で降板でしょうね。勝ちつかないだろうな、これ。いや、まあ、もうそれは、それはどうも言い過ぎですよね。古木選手、うわ、また懐かしいの来たな。ちょっと打たれすぎですかね。不用意に投げてる感じ。不用意に投げてますかね、やっぱり。ボールになります。ワンエンドワンになりました。ツーアウトになっています。初球打たれるってほぼ考えてないんでね、僕。ダメだな。これで2ストライクと追い込みました。次は4球目。甘い。真ん中のボールを打ち上げてしまった。よし、危ない。この打球はどうなる。ありました。3アウト。さすがにもう交代でしょう。はい、交代です。打たれてるし。いや、もうね、3連戦、この2試合後のジャイアンツ。これはもう僕に負けがつかなかっただけいいですよ、もう落ちて、もうしちゃったんでね、やっぱり。それがね、ダメでしたね。まずこの試合の投球成績をご紹介しましょう。まあ、こういう、やっぱ巨人ってこういうもんなんですよ。今回打線が打ってくれたから、まあ負けつかずに済んだようなもんですからね。やっぱ強いわ、ほんと強いわ。いやー、きつい。まあね、こんなもんですよ。わー、もうこの、あ、そうか、4本、あ、4本全部僕打たれてるんですからね。これしゃあないっすわ、はい。防御率もまた3点台になったしな。しゃあないな、もう。ラミちゃんは完璧に抑えたんだ。巨人強すぎんですよね、本当に。絶対強いって、これ。調整間違えてるレベルだわ、本当に。いや、まあね、何度か負けはつかずに済みましたが、なんか微妙なピッチングでしたね。さあ、次回はどこになるんでしょうか。以上、ミツキックバスターでした。次回もお楽しみに。バイバーイ。